ね、仕掛けていくのね、3つ。なんかこうバック取るじゃないですか。で、まあ、いろんな姿勢取れるんですけど、一回こうバック取っちゃうと、まあ、大体ディフェンスされるんですよ。まあ、こんな感じとか、もうこの締め手をラペル取りたいけど、結構ね、せがれちゃうんで、だからこう、一回バック取って締め技に入るっていうのは、非常に効率悪いと。で、プラスアルファね、まあ、相手の方がでかいって考えると、だいぶ、まあ、いわゆる脳みとかはしょうがないですよね。こういうリアネイキッド入れなきゃいけないんですけど、やっぱこう直接手を入れるチョークよりも、もうラペルをね、使ったチョークの方が圧倒的に簡単になります。で、加えて、全身を使うチョークをやった方が、まあ、簡単に締まるので、おすすめしていきたいと思います。基本からね、アドバンスまでやっていきますが、フォアアンダーローチョークは仕掛けれるポジションがね、3つありまして、これもバックから仕掛けれないこともないんですけど、バックから仕掛けると非常に効率が悪いんで、まあ、1つ目やっぱマウント。マウントで、相手をね、こう半身にさせる。で、そこでサイドマウントを取っていくっていう流れがあって、例えばまあ、相手が何も動かない状態だったら、やっぱり1本ね、クロスチョークなどを入れると、相手はこれのディフェンスに手を回してくると。ここの空間が空いたらすぐ、こうですね。S 字を作って、この半身の状態で、この腕十字が取れるような状態を作ります。で、こうするとやっぱり相手は、ですね、腕はカバーしてくるんで、ここからこういう手が入ってきます。締め手ね。で、締め手が1本、こっちの手、入ったらそのままね、締めに入れるんで、ここが相手が腕十字をね、ディフェンスしたらこれ、こっちサイドは、パンス持たないですね。パンスって結構ね、キックアウトしまって、ここが緩くて結構抵抗されちゃうんで、フォアアンドアロー入るときは、直接持ちます。で、あ、ごめんね。大丈夫です。ごめんね、本当に。ありがとうございます。こっちの足ね。こっちの足は、ここにかけるパターンがいいし、そして、相手の方がでかくて、この、締め手だけじゃ、これとこれじゃ、だけじゃ締めれない場合は、組んでしまって、体を伸ばす力でね、決めていきますね。そうです、受けがきついやつです。ね、まあ、レッグドラッグとかバスガードからこのね、サイドバックに入っていく場所、まだテイクバックしてない。ここからやっぱ一番仕掛けやすいですよね。タスキはかかる、もしくはここのラペラだけ取れてる状態で渡してあげる。あとは一緒ですよね。タスキ取れてたらクラッチ組みますね。クラッチ組んだら相手が脇締めてると思うんで、これをこっちに体重かけることによってやや開けさせます。で、ここの空間を作って足を入れていきますね。タスキ開ける、で足かける。ここで足がかかった後にこれから入れて、あと一緒ですね。足をキャッチして、で最後に足を出して、で組んでいきます。亀の場合は今みたいにサイドバックで転がってくれたら楽なんだけども、亀になるってことはそれが分かってるから亀になってるので、これは改善していきます。亀になった時にポイント、注意ポイントはまずここ、脇をやっぱりね、締められて回転されると巻き込まれてしまうんで、自分はそうならないように体重をね、かけ方注意してください。こっちラペルとかキャッチしてる、相手巻き込みそうになる。で、こっちサイドから容易に巻き込まれてしまうんで、自分はこの相手の逆サイドの片側に体重をかけておきます。で、足の位置づけなんですけど、お腹の下に膝入れるじゃないですか。で、こっち足こうですね。膝がお腹の下で、足をかかと後ろから、でここでフックつけて輪っか作って、相手の足が抜けないようにしてます。あわよくはテイクバックしましょうっていう流れですね。まあ、これがあると、あの相手が転がった時にこうですね、こう転がった時にすぐね、こっち側に逃げれないんで非常に楽ですね。あとはこっち流して処理に行くっていう流れをかけつつ、足はこの形を作っておきます。で、頭側の締め手がこれで、相手がね、タートルいいところはこう手を入れた時にこっちの手が立ってれば立ってるほどこんな感じで入ってる。これが簡単に入りやすいんでね、これ取ってたら相手がここ立ててるかどうか、まあ、肘突きでも大丈夫です。
この姿勢取ってて、これをポストしてるだけでもう締め手のカバーが入らないんで、こっちの締め手を入れてあげます。こっちサイドにね、回転していかなきゃいけないんで、ここで締め手が取れたら、もうここに足を入れながら、こっちサイドに、肩から、こっちじゃないですね、回転します。回転し終わったら足をキャッチして、あとはね、足掛けて決めていきますね。クロックチョーク、時計締めですね。時計締めは今の姿勢で同じね、この頭側から締めて、さっきセカンドカラーですね、セカンドカラーが入ってる状態、もしくはこっちサイドの手取れてる状態とかで、腰をね、ここにぶつけていくんで、非常に強力に締めていくことができます。で、今の回転してボーアンドアローを狙うか、クロックチョークを狙うかっていうところは、相手のこっちサイド、手前側の肩が床に近いかどうか、こうですね、この選手の肩がこっちがこういう風に押してると、ボーアンドアローよりもクロックチョークの方が簡単に決まるので、このブラッドと一緒ですね、肩が押してるかどうかを判断基準にします。タートルになった時に、さっきと同じ姿勢を取ってて、このね、ファーストカラーが入ってると。ファーストカラーが入ってたら、セカンドカラーはもうすでに取れてたら、相手の右肩を押してる状態、こう判断したら、腰を切ってきて、これでね、移動していけば、クロックチョークがね、決まっていきますね。クロックチョークで、今、セカンドカラーこう取って、こっちね、取って、決めていくと逃げられてしまうし、この手、取れてたら、で、右肩、ついてもらって、入ったら、こうやって、逃げにくくなって決めるとか、あと足をね、こう、すくって決めるとかって、いろいろあるんですけど、もう手っ取り早いのが、こっちの締め手が入ってるか入ってないかだけがポイントで、手っ取り早いのは、相手のこっちの肩がついてたら、もうこの肘をここにね、落としてまって、腰切ってれば、クロックチョーク入っていくんで、これが一番多分簡単だと思いますね。こっちのセカンドカラー取れてるか取れてないか関係ないんで。ここね、ファーストカラーが取れない。こっちしか取れない場合。こっちのラペルが、もしくはこっちサイドって巻き込まれるリスクはあるけど、こっちの締め手、ファーストカラーよりはだいぶね、容易にラペル取れます。で、深く入ってって、こっちの奥側のカラーが取れてる場合、今のタートルとか、もしくはサイドバックから、こっちは取れないけど、こっちサイドのね、下のカラーが取れた場合っていうね、で、こういう状態、これ全然もうディフェンスでされて、あ、嫌だなってなった時に、これは簡単ですね。こっちの足を頭にかけて、で、この腕のね、ここに来ることがポイントですね。で、体重かけて、後ろの足は相手のお腹の下、もしくは鼠径部にね、フックしておきます。これで体重かければ、締めがね、決まりますし、足はね、こっちに押してください。で、相手変えちゃったら、ディフェンスで変えちゃったら、このままね、こっち来るんで、締めも決まりますし、この腕もそのまま取れるんで、入っていきます。これどういったシチュエーションかっていうと、ヘリンボーで入ってって、よくある流れですよね。こう回転して、起き上がってくるときに、すでにこっち取れてると。で、レッグドラッグで相手がね、こっちサイド来たときに、もうすでにこういう状態になってるんで、そのままね、こっちに足を流して。で、かけて、まず決めに行きますね。そのまま、相手が帰ったら、仰向けで、で、硬いな。くいよ硬いな、これ。締めても何も入らない。もうかなり硬い。かなり硬い。亀、本当に亀。自分のラベル。で、決めていきます。一番やっぱこう自分のラベルっていうのがね、操作性高いんで、非常に決めやすいと思います。で、相手がこういう風にディフェンスしてて、腕が入ってようが、これ入っちゃえばもう普通に締まるんで、同じ締めをこれで使って決めていきます。頭側のラペルを、タスキサイドね、ここ。で、この首の上からね、巻いていく。だけど一回体上げてもらっていい？はい。要はこういう、こっちで肩の上からタスキをかけてます。これ、手巻き込もうが巻き込まないが関係ないですね。これを作っていきます。相手はこう、すごい硬い防御してるときに、これをね、ねじ込んで取ります。もう取れたらめちゃめちゃきついんで、頭を押さえて、もうここでね、
プッシュして一緒に前傾回していきますし、まあ、一緒腕取れたら腕取ります。クロックジョークはね、フォアハンドアローと非常に相性がいいので、まあ、今では全部組み合わせているといいですね。まず、まあ、X パス、何でもいいです。入っていくと、相手が回転して、ファメになったと。で、ファーストから入った。で、セカンドから持ってるって状態で、まあ、肩落ちてるなと思って、クロック仕掛ける。時計締め仕掛けるんだけども、まあ、やっぱ上手い相手でこうリカバリーしてきてね、こんな感じで、結構耐えてきます。あと、四つん這いになって、まあ、移動していくと。で、硬くなって、こっちサイドとか、こっちサイドとかなかなか決めれないっていう風になった時に、ここが開くんで、相手のこっちの肩がすでにね、浮いてるんですよ。そうなってくると。クロックが決まらない時って大体こっちが浮いてくると思うんで、その流れの時は、こっちから、こっちですね。回転して、フォアハンドアローを取っていきます。さよなら。さよなら。